2024年10月の遊戯王オフィシャルカードゲームリミットレギュレーションがつい先ほど発表されましたが、さあ、ついにこのカードが、さあ、公式ルールで使えるようになるぜ。超魔導力士、ドラグーンオブレッドアイズ。はあ、みんなすでに持っているとは思うが、この最強のカードが、かなり久しぶりだな。多分4年ぶりぐらいに使えるようになるんじゃないか。さあ、本当にさっき改定が発表されたばかりだが、ちょっと興奮のあまり、カードショップ天下りに戻ってきて、動画を撮影しているぜ。さあ、まあね、正直俺も、来年の年末ぐらいの発表で、まあ1月の改定で、解除ぐらいかな、みたいな風に思っていたんだが、まさかね、10月の改定で戻ってくるとは、正直俺も、ちょっと驚いているぜ。今の環境だとどれぐらいやれるか未知数だが、やはりね、この破壊耐性、そして対象耐性、そして攻撃力アップの無効効果、そして破壊とダメージを与える効果と、現代でも最強クラスなのは間違いないからな。個人的にはレッドアイゼッキで使いたいのはもちろんだが、融合のギミックだけ言うとブラックマジシャンとかの方が出しやすいからな。レッドアイズフュージョンは縛りがきついから、アナコンダありきだったところがあるんだけども、ちょっとこれからドラグンを生かすデッキを考えていくぜ。原石とかね、その辺のブラマジとかレッドアイズを出しやすいギミックも来たからね。さあ、その辺を活かして最強のドラグンデッキを考えていくぞ。さあ、このカードショップ天下り名物、ドラグンオブレッドアイズのハイレゾリューションのなんか高画質のやつ。ここにね、ちょっとカードが、カードがあるんだが、このね、ドラグンがまさか使えるようになるとはな、かなり人気になるだろうからな、ちょっとスタッフの皆さんが多分解体とか頑張ってくれるんで。その辺もね、俺もちょっとデッキ考えてね、カードショップのマクレーンの方でデッキ出せるように、最強のドラグンデッキを考案しておく。では、そんな感じで、俺はこれでターゲンだ。さあ、ドラグンオブレッドアイス、俺の最強の切り札。さあ、これから、お前の時代がやってくるぜ。はぁ。ありがとうございます。